プロデューサーの皆さん、こんばんは。えー、森久保のの役の高橋かりんです。石川公園と SSA 公園ありがとうございました。このコメントではですね、石川公園についてお話ししていきます。というわけで、思い出なんですけれども、あのー、石川公園ではですね、オルゴールの小箱を歌えて、そうでその前になんかどこかで、 オーディションの時に歌ったから「オルゴールの小膜を歌えたらいいなぁなんて話をしていたんですけれども本当にそれが実現しましてはいしかもねメンバーがルーリーいい出し私長嶋さん須崎さん今思い出して順番に言ってますけれどもあのだったんですねなのでなんかすごく嬉しくてまあいいしもいたしねへへへという話ですはいあと 私的には「私色ギフト」がすごく思い出に残っていてあのー、ののちゃんっていつもこうなんでなんか私色ギフト元気なパッション曲でどうやって歌ったらいいかなと思ってなんかそこから石川公演全体的にののちゃん的には「っ、えー、と私色ギフト」を歌って楽しくなって上がってきちゃったみたいな、あのー、気持ちの作り方をしたのでそんなところを見てほしいなと思いますということ 石川公演のブルーレイは6月13日発売です。皆さんぜひご覧くださいね。さて、この VTR はリレー形式で各公演の出演者が宣伝をしていくということですので、次に出るメンバーへ伝言を残したいと思います。次は大阪公演に出演した新田日下ひよりちゃんが担当だそうです。はい、ひよりんといえばまあカリリンカリリンのねつながりですけれども。 ええー、なんだろうひよりん面白いこと言ってください。<laughs> あんまりわかんないけど、大阪公演に出たということはきっと何か大阪のギャグ的なものをね、習得したと思います。<laughs> 楽しみにしてますということで、以上、森久保の名役、高橋かりんでした。バイバーイ